これはおととし8月28日の県内の雨雲の様子です激しい雨が降っている赤い部分が細く線のようになっているのがわかりますこれが線状降水帯です積乱雲が次々に発生し数時間にわたって大雨が降り災害の危険度が高まりますこの時も県内では1日に100ミリを超える雨量を記録したところもあり 三島では1時間に22ミリの強い雨を観測竜巻も発生し多くの住宅で被害も出ました全国でこうした災害が増えていることから気象庁は今日から顕著な大雨に関する情報として線状降水帯の発生や動きなどをリアルタイムで発信することにしましたこの新たな情報発信について専門家は 今回の線量降水帯の情報の定義から言うと、もしこの情報が出たら、まあ、相当状況としては厳しい状況になっているので、この情報を待って何かしようという、まあ、そういう計画というか、ですね、あのあの目安というのは、それをつけるのはあまり適切ではない、非常に災害に結びつくような大雨になっていますよということを、まあ、さらに背中押しをするようなです、ね、補強するような、そういうような情報といって、そこから先どうしたらいいかというのは、これも一概には。 ないですね。ですので、この平時のうちに私たち一人一人どうしたらいいか考えておくということは、大変重要だと思いますね。発信された情報は、気象庁のホームページで見られるほか、テレビなどでもお伝えします。